グーグフ。グーグフ、グローガウは、ポーランド南西、シレジア西部に位置する都市で、ジェロナグラの南東、レグニツァの北に位置する。2004年の国勢調査によれば、人口は7万1686人である。グーグフ郡、ポーベアット・グラブースキーに属する。この郡は1999年から、ドルヌイシロンスク県に属するが、 1975年から1998年までは、レグニツァ県に属していた。県、ポーランド語でボイエブツトフォーの中では6番目に大きな都市である。都市名はポーランド語の三座市に由来する。ハプスブルク君主国とプロイセン王国の支配下にあった時期が長く、グローガウとドイツ語で呼ばれていた。また同じく、ポーランドにあるグーグーベク。 オーバーグローガウと区別するため、グロースグローガウというドイツ語の別称も持っていた。第二次世界大戦終了後の1945年に、ようやくグーグフという名称が復活する。グーグフは、ポーランド最古の町の一つである、ジャドシャン族と呼ばれる、スラブ人の部族によって、砦が作られたのが起源である。グーグフの歴史上最初の記録は、 1010 10年のメルゼブルク司教ティートマールの年代記に見られ、ハイン・リヒ2世がボレスワフ1世を攻撃した後、1017年8月9日に再びグーグフを包囲したもある。1109年にはハイン・リヒ5世がグーグフを包囲したが、グーグフの戦いでボレスワフ3世に敗れた。1157年、フリードリヒ1世の軍隊によってグーグフはついに陥落した。 1180年、ブワディスワフ2世の息子コンラとの知性のもと、再建されたグーグフは、グーグフ公国の首都となり、1329年には、マクデブルク法による都市特権を得たが、1329年から、ボヘミア王ヨハンの総主権下に入った。1491年から1506年まで、グーグフは、ヤン一世と、後に、ポーランドの王となる。 ジグムンと一世が治めていたが、16世紀、ヤン二世の死と共にグーグフのピャスト家は断絶した。1526年、グーグフはボヘミアの一部として、オーストリアのハプスブルク家に相続された。三十年戦争の中、グーグフは1630年に、要塞へと改装された。その後1632年に、プロテスタントに征服され、 1633年にハプスブルク君主国が奪還し、1642年にはバルト帝国に征服され、最終的に1648年にハプスブルクに戻った。グーグフがオーストリア王官僚ボヘミアの一部であったのは第一次シュレージエン戦争が起きるまでであった。1741年3月、グーグフはアンハルトイコールデッサウコを。 レオポルト2世率いるプロイン軍の野州に遭い、シレジアの大部分と同様に、フリードリヒ2世下のプロイセン王国の一部になった。街はドイツ語式にグローガウ、グログオと呼ばれるようになり、シレジア内陸部に位置する、オーバーグローガウ、オーバーグラグオ女王グローガウ。ポーランド語で、グーグベク特別するため、グロースイコールグローガウ、グロスグログオ大グローガウとも呼ばれた。ナポレオン戦争の間、 ヤン・ヘンリク・ドンブロフスキ率いるポーランド軍がグローガウに駐留した。また、ナポレオンはグローガウを3回訪れている。グローガウは1806年の家のアウエルシュタットの戦いを経てフランス第一帝政の軍隊に占領されている。1813年から1814年の間、第六次大仏大同盟によって包囲され、9000人のフランス兵と共に牢城したこともあり。 1814年4月10日に降伏した時は兵士は1800人しか残っていなかった。要塞化によって町の開発が長期間にわたって妨げられてきたため、19世紀グローガウ市民によって要塞化の解除が進められた。1873年の時点では防壁を東部へ移すにとどまったが、1902年についに解体され開発が可能になった。 1939年には、グローガウの人口は3万3千人に上り、ほとんどの居住者がドイツ人であった。第二次世界大戦中の1945年、グローガウの街は、ナチスドイツによって要塞に作り変えられた。グローガウは、ソビエト連邦の赤軍によって6週間包囲され、街の95%が破壊された。ヤルタ階段の後、グローガウは、 シモシレジアの大部分と同様にボーランドに活用され、ドイツ語話者の住民は追放された。1945年5月、ボーランド人の入植者の第一波がやってきて、廃墟のみが広がるグローガウを再びグーグフに改名した。グーグフ市街の再建は今も終わっていない。町の再開発が始まったのは1967年のことで、この時同の鋳造所が作られたのだが、 この鋳造所は現在でもグーグフの町で最大級の企業である。1945年から1950年までの間、グーグフはブローツワフ県に属していたが、1950年には新設されたゼロナグラ県に属するようになった。1975年から1998年の間はレグニツア県に属していたが、1999年の 行政再編に伴って、ドルヌイシロンスク県に属することになった。1853年、1854年の新聞記事によれば、当時プロイセン王国シレジアにあった、グーグフ、当時は、グローガウは、人口は2万529人で、そのうち863人が、ユダヤ人であった。ユダヤ人は11世紀からこの地に住んでおり、居住地は、 ブレスラウ島、ブレスラウアー総集編、今日の福音派墓地の付近と言われる。グーグフのユダヤ教徒は、普段はオーストリア政府、ボヘミア君主から良い待遇を受ける一方で、時折攻撃の対象とされていた。1442年、居住区が略奪の被害を受け、シナゴーグも破壊された。1485年、グーグフのユダヤ教徒は、ハンス港から市外に追放され、 死骸であっても隠れて、礼拝をせざるを得なくなった。100年後、ユダヤ人、ベネディクト、ベネディクト一家に与えられた特権の効力により、新たな神徒教会が組織された。ユダヤ人は、現在の城の周辺に住んでいた。すべての訴訟は、ラビと長老のいる、ユダヤ人の裁判所で裁かれた。1636年、 以降260年間礼拝し続けることになる新しいシナゴーグがベネディクト家によって建設された。当時のユダヤ人人口は1500人であった。プロイセンによってシレジアが占領されると特にシュタインハルデンベルク法ユダヤ人は政治的に多民族と対等の立場に置かれた。1892年にシナゴーグが30万マルクで建設された。 グーグフのラビ職を務めた者には、マネス、リサー、アルンハイム、アーンハイム、ツンツのビブルの編集長、クライン・リップナー、現職にあるルーカスなどである。グーグフ出身のユダヤ人著名人については、出身者の不死を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。